その人のことを掘ってみたーっラーメン最近ラーメン食べてるよ。もう大好き、みんな大好きです。大好き君とか大好き君やめてやめて、そういうの言わないでとか言ってるけど。はい、5番目の自己紹介質問コーナーを務めさせていただきます、椿です。よろしくお願いします。はい、お手柔らかにお願いします。じゃあ行きます。はい、名前は椿です。誕生日は11月22日です。血液型は A 型。出身地は滋賀県です。長所を3つお願いします。長所、頑張り屋さんなところ、遅刻を絶対にしないこと、時間に厳しいこと、誰よりも優しいとこ。なんか引っかかるな。あ、そう。なんか今ね。好きな食べ物は？好きな食べ物はハンバーグです。好きなブランドは？ブランド本当にわからなくて。D のその紙がなんだよ。なんだよそれ。これはなんかおばあちゃんが提案してる。好きなブランドなし。好きなブランドはまあ C って言うならおばあちゃんが作ってくれたもので。そうか、マジで。小さい頃の思い出。初めてキスマークをつけられた相手が75歳のおじいちゃん。はぁ、あ、マジ？待って、急にダークなってきた。はい、じゃ中高の部活は？中学校の頃にバスケとサッカーをしていて、高校生の頃は何も入ってありません。最近感動したことは？これガチガチのやついくよ、俺。いいよ。みんなを今から泣かしてみせる。いいよ。おぉ、やってみろ。電車で、あの、おばあちゃんと小さな女の子がね、一緒に乗ってて、はいはい、女の子がね、デリカシーない。ではないけど、やっぱ小さい頃だから、おばあちゃんの顔はなんでそんなしわくちゃなのって言ってたの、うん、それに対して僕はこうつり革つかまりながら、この女はレディに向かってなんてこと言うんだと思って、ちょっとにらみを聞かせたら、レディね、おばあちゃんが、それはね、はい、私が生まれてきてずっと笑顔で入れたからよって言ったところにめっちゃ感動しました。 OK です、行きましょう。どっかで聞いた、それなんか SNS で、SNS でみんな買ったけど、バズったやつとかなんか出たの。え、本当におばあちゃんがツイッターなの。そのおばあちゃんツイッター説ある。おばあちゃんか、違う、俺それフォローするわ。俺おばあちゃんがパクツイしてたの。はい、というわけで1から10の質問、椿くんありがとうございました。ということでの質問掘り下げていきたいと思うんですけど、誰か質問ある人はありますか。え、75のおじいちゃんからキスマークってどういう状況でつけられる、はい、これはちゃんと本当におじいちゃんに感謝しなくちゃいけないことで、自分が蜂に刺されたんですよ。そんで、その時に消毒をしなくちゃいけないってなって、消毒液どこだっけってぶわー探してる中、おじいちゃんが「どけ！」って来て、いきなりここ吸い付いてきて、クッてやって毒切りをしてくれた。あまりにもすごすぎて、マジで1週間ずっとあって、やっぱ幼い頃キスマーなんて知らないから、ずっと俺はこれを抱えて生きていくしかないんだと思って、まあそうですね、それ以来その子と友達に言ってないから怖くて。アイドルを始めた日、1997年9月13日ですね。僕が生まれた日です。リンダーに入るきっかけは？リンダーに入るきっかけは？とんでもねえな。何言ってんの。リンダーに入るきっかけは、社長が友達でやらないかって言われて、なんか最初歌とダンスがすごく苦手だし断ったんですよ、1個目のグループーで。半年1年ぐらいして見た時に、すごいクオリティの低いグループで、それでも月にいっぱいもらってるっていうのを聞いて、やることを決めました今ってことは、そのグループにナミさんはいた、該当します。アイドルになって驚いたこと、みんなが思ってるより想像以上にマイクを左手で持つって結構負担がすごくて、マイクの重さに最初びっくりしたかもしれない。じゃあ林道内で誰と仲がいい、自分の所属してるグループになっちゃうんだけど、イリポンかな、やっぱ一番。スバツから見て夢クリエイターはどんなグループですか。いい意味で一人一人がやりたいこととかちゃんとはっきりしてて発言してくれるから好きだ。いいな。明日から1週間休みです、何をしますか。みんなでサウナに行きたいな。サウナのキャンプに行きたい。あーいいね。サウナキャンプに行きたい。メンバーで生まれ変わるなら誰ですか。ちょっと待って待って、ゆうらどっち言う。一応残ってるのは正宗と鍋だ。じゃあ俺鍋さん。じゃあ俺正宗。嬉しくないわ。嬉しくないな。これ嬉しくないわ。これで喜ばなきゃいけないでしょ。メンバーで生まれ変わるなら誰がいいですか。いや、そしんて言うなら正宗かな。おー、マジで嬉しい、俺か。キギちゃん、何聞いてんの。
てるんかな。それまで考えない。はい、じゃあこれからみんなとしたいことは日本一周の旅。あ、でも全国ツアー、全国ツアー。あ、そうそうそう。あ、いいじゃん。じゃあライブで一番好きな曲は Amazing Grace。 ダメージ。これゆめくりでの今後の目標は、初めて間もない人とかもいるから、来年あたりには室温130度ぐらいまでは耐えれるようになって。そうなそうそうそう、ゆめくりでの30度。来年にはみんなゾウみたいな。押せねえそんなアイドル。はい、じゃあ11から20まで終わったんですけど、何か気になるところがありますでしょうか。でも17はまさかで気になるでしょ。俺を選んでくれた理由かな。え、単純に何事も楽しめなくなってきたんだよ、大人になって。でも正宗って大人だけど、初めてやることに対していつも目キラキラさせてやるから、なんかそういう、なんだろう、新鮮さを常に持ってるのが彼だと思うから、まあそうだね、正宗になった。なんかうざいからちょっとやめますね。じゃあ21から25の質問。はい、はい、一人ずつ。なんでも好きな思い出。え、つばくんは煽り担当だけど、メンチカをマジで知らんかったから、つばきくんの煽りで初めてメンチカが煽ってるところを聞いたの。そうそうそう、だから どうやってこのグループで煽りが誰とか決まるのかなと思って、やりたいって気持ちになる。その2人まで絞られてて、最初から、で自分かもう1人だったんだけど、その時に自分はダンスも歌も美術もそんな突出してないから、じゃあ何か自分に仕事ではないけど自分がいるべき何かが欲しい、理由が欲しいってなって、で自分からその2人まで絞られた後に自分がやりますっていう。自分からやってたんだ。すごい。前までは武器っすね。今の煽りが武器にさせていただいて。このコールやりたいみたいな。このコールやりたい。自分その前のグループの時に自作のコールを作ったことがあって、そのグループ特有のコールを覚えたりしたらもっと楽しくなると思うから、なんか例えばみんなジョジョが好きなんだけど、ジョジョコールとか、なんか特有の新しいコールを作る。いや、お前ジョジョコール想像したらやばいんだけど。いや、生まれ変わってもその身長なりで。まあでも低身長になりたいとは思わないかな。煽ってんのかい。180以上ではありたい。ああやっぱ、ね、長身がいいんだやっぱり。黒髪にする予定はないですか。あ、気になる。黒髪にする予定、まあ、黒髪じゃなくても暗い、うん、ないね。ずっとハイトーンではいたいな。それなんかもう俺らが会った時 もうずっと金髪だったから、うん、でもそれ地毛なんじゃないかなと思ってるんですけど。まあ、なりつつあるよね。なりつつあるんだ。なんか自分腕は脱毛してないんだけど、前パッて見たら金髪の毛が生えてる。大丈夫。だから本まで侵食されてる。ついに来たかって思ったね。好きなポケモンなんですか。好きなポケモンね、来ると思ってました。僕が、ファイヤーレッド世代で、その時にやっぱり一番最初の育ててずっとレベル100までして、一番思い入れのあるのが人影から育てたリザードンなんです。あ、だから僕が一番好きなのはリザードです。じゃあ深掘りします。じゃあ、まあ、気になるのはもあるでしょ。はい、俺普通にあの葉脇くんの質問でさ、煽りになったきっかけの、煽りで挫折したことある。あ、全然ある。もう本当に2ヶ月、デビューして2ヶ月とかで自分のコールの動画まだ あるかもしれないんだけど、本当に棒読みで、おいおいみたいな、よっしゃ行くぞみたいな感じで、それでライブがもちろんそんなので盛り上がるわけもなく、その時に社長からなんか他の人も試してみるかみたいなってなったのを聞いて、あ、今のままじゃダメだと思って殻破ろうと思って、思いっきりマイクに向かって声出してみようって思ってやり始めたのがきっかけかな。のがいいの。そうか、いいの。はい、というわけで椿君の質問返しのコーナーでした。よかったらこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録、そしてコメントでたくさんいろいろコメントしてくれたら嬉しいです。ありがとう、はい、じゃあねー。